桜の木の下の散歩散歩とは、気晴らしや健康などのために、ブラブラと歩くことである。散策、そぞろ歩き、商用とも言う。散歩中に挨拶を交わす男性たち犬と散歩する、女性犬と散歩する、女性散歩とは、気晴らしや健康などのために、ブラブラと歩くことである。散歩というのは、多くの場合、自宅や滞在している場所などの周辺を、取り留めもなく、 ブラブラと歩くことを言う。散歩というのは健康増進を明確な目的とした近年、ウォーキングと呼ばれる行為と重なる部分はあるが、散歩の方はただの気晴らし目的があり得るという点でそれとは異なった概念である。また、ハイキングとも用法が異なる。散歩をする理由は人により、またその時々の状況により様々である。辞書の説明文に 気晴らしともあげてあるように、例えば、自宅の部屋にこもって仕事をしていて、根を詰めがちな人などの場合は、散歩として部屋から出ることで、一時仕事のことも忘れることができ、良い気晴らしになるので散歩をする人もいる。また、散歩中に触れたり見たり、聞いたり、匂いを感じたりできる自然が好きで、明るい気持ちになるので散歩する人もいる。散歩経路の途中にある公園。 神社仏閣を楽しむ人もいるし、家並みや店舗のウィンドウなどをなんとなく眺めて楽しむ人もいる。散歩中に偶然出会う人と会話を楽しむ人もいる。建物の中にこもっていると、足の運動が足りなくなりがちで、足が弱りがちなので、ともかく足を使うために散歩する人もいる。屋外の新鮮な空気を吸うために散歩する人もいる。肥満の防止のために散歩をする人もいる。 特に心肺機能の衰えが出始めた高齢者や、病み上がりの人、あるいは循環器系障害のある人の健康維持に散歩を進める医療関係者もいるし、適度な散歩は睡眠を促す作用もあるとして、不眠症に悩む人に散歩が勧められることもあり、そうしたアドバイスに従って散歩をしている人もいる。散歩は走らず行うことができ、ジョギングやランニングよりも膝へ負担が小さく、 運動不足の人が無理をせず、体を動かすのに適している。万歩計をつけて、数値で量を把握して楽しむ人もいる。アリストテレスは弟子たちと散歩しつつ語らうことを好んだといい、そこからアリストテレスのグループは、商用学派と呼ばれた。18から19世紀ドイツの数学者ガウスも散歩をしつつ数学について考えることを好み、盛んに歩きながら考え、 すると良いアイディアが浮かんだ、という思想家、ジャン・ジャックルソーも散歩を好んだらしい。孤独な散歩者の無双という題名の書も残した。京都には散歩に適した哲学の道という小道があるが、かつて京都学派の哲学者、西田北郎や田辺元らが散策していたといい、現在でも周辺の大学の教員や学生たちが散歩をしつつ、 語らっている風景が見られることがある。乳幼児では、ベビーカーに乗せられるなどして散歩させられることがある。これは、日光浴にもなり、ビタミン D の生成を促し、乳児の成長に欠かせないと考えられており、戸外に出ることで、音や光といった、様々な刺激を受け精神的な成長にも良いなどと、され、育児所などで進められている。保護者の気晴らしを兼ねて行われる。 ただし、角の日照や事故には気をつけて、適度な時間にとどめる。児童にも散歩は健康維持に有効であると言えよう。ただし、児童の場合は、戸外での遊びとの区別はつきがたく、往々にして遊び歩くといった状態になる。安全確保の面から、児童の散歩の際には、防犯ブザーや携帯電話などを持たせる保護者も多い。近年では、人々がすぐ近くの移動でも、鉄道や、 自動車に頼りがちで、統計的に見て、昔に比べて歩く量が減っていることが指摘されている。おまけにコンビニエンスストアの数が増え、近所にある人も増えたので、ますます歩く量が減る傾向がある。散歩は、お金をかけず行うことができ、脚力の維持もでき、良い気分転換にもなるので、日本では健康に対する意識の高まりもあり、お金のかからない趣味の一つとして、 散歩の人気が高まってきた。散歩は高齢者にとっても適した活動である。日本では高齢化が進んでいるが、高齢者が散歩をすることにより、脚力を維持し、寝たきり予防に効果がある。また、行ったことがない場所に行くことが脳の刺激になり、母系予防にも効果があることが発見され、その意味でも散歩が注目されることも多い。日本では散歩人気の高まりを受けて、 散歩に関するテレビ番組がいくつか作られ、視聴率もそれなりの水準に達した。その結果、いくつものテレビ局が散歩番組を制作するようになった。例えば次のような番組がある。中国の三国時代に国国産が貴族や文化人の間で需要競争役として流行した。 名前の通り取材料は五国であり、服用すると体が熱くなるのだが、散髪がないと体に毒がたまりがいになるとされた。そのため、散髪を促すべく、歩き回るようになった。散髪のために歩くことを散歩というようになり、これが転じて、ただ歩くことを散歩というようになった。しかし、散髪があろうがなかろうがひどい中毒症状が出るため、命を落とす者も多くいたという。 散歩の意味プログレッシブは永中辞典コトバンク。AB デジタル大事線人生が旅に例えられ、人が旅人に例えられることも多いが、ルソーは自分の人生を散歩に例え、自分自身を散歩者に例えている面がある。ありがとうございます。